黄色インクが飛び散ってる。やばいやばいやばい。あ、イカちゃんと小鮭、お、かわいい。ということで皆さん、スプラトゥーン3チュートリアルができるということで遊んでいきたいと思います。イエーイ。もうこのちょっと遊べるだけっていうのも、もうめちゃくちゃ楽しみにしてました。もうすでに楽しいもんな。まあ、君は誰なんだってことで、イカちゃんとタコちゃんの中の4種類から選ぶんだね。はい、まずイカちゃんの1つ目、こちらなんか左だけ結んでて右がなんか長いみたいな感じなのかな。うかわいいね。前髪結構なおんまりだけど。でこっちのイカちゃんはすごいギアしてるけど、まあこれなんか頭がオールバック的な感じかな。かっこいいね。結構活かしてるねこれね。でこちらタコちゃんがくるくるしててかわいい。でこれセンター分けか。おお、いろんなのあるな。でもやっぱり俺はイカちゃんが好きだからこれかな。これが一番かわいい。お、色を教えてくれ。え、結構色あるんだね。これが一番こんがりイカちゃんで、ここからこんな感じでどんどん白くなっていくよって。結構白いなこれ。まあこの辺か。まあ俺ちょっと白いからこんくらいにしとこうかな。かわいい。君の目の裏取った。かわいい。こっち見て。ねえイカちゃん、やばー、ファーサーください、ファーサー。イカちゃんかわいい。でもこれは黄色じゃない俺。俺のキャラが黄色だからね。これちょっと黄色でいきます。かわいい。あ、ヘアスタイル。あ、こっから選ぶ？また急に。さっきのやつはガールとボーイを選ぶみたいな感じだったんか。ま、いろいろ見ていきましょう。おー。マジ襟足長くてこれ、活かしてるな、これ。え、なにこれかわいい。先っぽちょっとなんか、なんか焼けちゃってない？大丈夫？これ。え、活かしてるな、これもう。これは？おー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 。前髪すげー割れてるけど大丈夫？これぞ本当のセンター分けって。あれ、これがね、よく見るイカちゃんって感じか。で、これは、あー結んでるね。これも結構よく見るね、ボーイのイカちゃん。あ、これもね、スプラトゥーン2であった、ちょっとショートカットイカちゃんみたいな感じかな。で、これは、あ、これもね、スプラトゥーン2であったね。これ結構活かしてるね。あ、で、俺これ使ってたんだよ。これが、俺結構ずっと使ってたやつ。で、これ、うえぇー、ギザギザしてる。この辺はね、結構あったな。ということで、新しくあんのがとりあえずこの辺だから、まあやっぱこれが可愛いかな。一つ結んでて。眉毛どのこと、眉毛すげえすげえ。どれがいいんだろう。なにこれ、ちょっと傷が入ってるやつと、太いやつと、細いやつね。どれがいいかな。これでいきます。可愛い。ボトムスめちゃくちゃあるじゃん。やばい。でもやっぱ足出てるのがいいから。ま、いろいろあるけど、これかな。これが君の姿。そうだよ、これが俺だよ。あ、もしかして次、小鮭？小鮭もできるの？君も？小鮭もいろいろあるんだ。小鮭じゃあいろいろ見ていきましょう。一番最初の小鮭はなんかまあ、ザ・小鮭みたいな感じのやつで、次が、ちょっともう臭くなったね。なんかモヒカンみたいな感じだね。で、これは？おーい、急にロック。急にロックギザギザ。で、これは？ああ、急にスネ夫。急にスネ夫。で、これは？いや、急にスネ夫のお母さん。どれがいいかな？この丸いのとかかわいいな。なんちゅう顔してんの、こいつは。俺、これ結構好きだけどな、これ。で、俺、これにします、丸いやつ。小鮭かわいい。なんなん、その丸いとこ。お、星出した。もしかして、もしかして、もしかして、チュートリアル始まる？君も生かしたやつになりたいか？だったらバトルでどうだ、これ早い。まだこのクレーターの条件だ。うわ、早い。読めんかった。まあいいか、まあいいか。後ろにさ、インクタンクがまだないからさ、見て。ペットボトルあるの。すげえ。相棒の小鮭に注目だ。コントローラーがし、表情合わせよ。はい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 。まあこの辺のエイムはね、もうできてますから。わよせよ、いつでも。はい、この向きで、ね。はい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 。まあ知ってますよ。知ってるけど、改めてね。おー。なんか、ほんとに砂漠みたいななんか感じだね。ここに急にいるの怖えけどな。すげえ。待って、眩しい。すげえ。何この電車に乗ってたん俺ら。いや、小鮭と、もうそんなとこまで行ってんのかよお前。お、インクある。はい、これね、インク。はい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 。インクポチャポチャ、いいでしょ、インクポチャポチャ。いや、もうさ、こういうところでさ、どういうご飯があるかなとか探しちゃうんだけど。インクの中泳ぐぞー。ほら、もうこんなんお手のもんっすよ。こんなんお手のもん。すげえ、東京タワーがひっくり返ってるぞ、あれ。すごいなぁ。マジで、ここどこみたいなところだね。あ、こんにちは、シャケくん。
かわいいんだけど。小ジャケが何か見つけたようだぞ。飛び降りて近づいてみよう。ここ飛び降りて大丈夫？大丈夫、イカちゃんだからね。フォー、小ジャケヤッホー。何を見つけたん？いや、まさかまさか若葉シューター。かわいい。お、めっちゃいい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 、かわいい。まあエイムはねいい感じなんで、ういういちょっと待ってね、今日さまさかこんなエイム合わせることないと思っててさ、ちょっといつものね、いつものエイムの時のやつにするわ。オッケーオッケー、俺ここ入りたい。あー入れなかった、ちょっと浮いちゃうか。いいね。うおー、濡れる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 、ペットボトルのさインクタンクかわいいんだけど、濡るぜ濡るぜ。おい工事現場のおっちゃんどこ行ったんだよ。まあまあこんなのもうね、スプラトゥーン3だってな、俺は2でね培ったものがあるんだよ。インクを塗れば床も壁もスイスイ泳げる、インクもグイグイ回復だ。そうだね、それはねスプラトゥーン2同様。いいね、いいよ。はい、サイド見ます。ほい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 、こんくらい早いですから俺。お前来いよ、何やってんだよお前。最初あんだけグイグイしたのにお前今あくびしなかったかお前、ふざけんなお前。まあいいや、行くか。よいしょ、青のインクね。はいはいはい。これね。乗ると、重い重いってなっちゃうんよ。あ、来てる来てる来てる。頑張ってる頑張ってる。まさか小ジャケを可愛いって思う時が来るとは思ってなかったな。愛くるしいもん、あいつ。可愛いもんな。チュートリアルここの時点でなんか結構長くね、風船やれるから楽しいね。こうやってやって、こうやって壁を塗って、登るんだよね。お、でけんのこれもしかして。壁にインクを塗ってイカ登りで一気に登ろう。壁に潜りながら B を長押しして離す。これイカのび、イカ登り、これ新しいやつです。これ新しいアクション、 B を長押しすると、おお、あ、 B 長押ししてるときは左右上下この速度で動けます。でこれイカ状態離すとやめれる、これキャンセル入るって感じだね。だから常にこうジャンプこうやってやっていけば、ただこうやってね永遠にジャンプしとけばできないけど、長押し押せばできると。これ離してみるよ。じゃあポーン、おお、すごい、チュケチンってなった。しかもちょっとだけ動けるから、これで左にこうね。あー、はい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 。で、この時ちょっと無敵になるんだよね、多分。だからイカ登りでこうやってやって、こうやって攻撃できるみたいな。すごい、これどんくらいからいけるんだろう。こっからはどうなの？あ、どこからでも上までもう行くんだ。はいはいはい。で、これ一番下のもうキワキワ。キワキワ、もうキワキワあたりから、ぴょーん！あー、いいねこれ。これさ、イカ登りした後さ、撃てるまでどんくらい時間かかるんだろう。あー、でも思ったより早いかも、思ったより早いかも。これ長押ししてるけど、え、なんかさ、イカ登りした後さ、片手だけで若葉シューター撃つ感じめっちゃかわいいんだけど、ほら。かわいい。まあ、思ったより早かったかなって感じ、俺は。このくるくるから、片手になるのかわいいな。てかそんなこんな言ってたら、これもう街に繰り出しちゃうんじゃない？お、まさかの、あ、電車あるんかい、ここここ電車通ってるかーい。あ、ちょっと見える、左奥に。あそこに行くんかな。それか、あれがハイカラスクエアで、バンカラ街に今から行くのかどうなのか。お、小ジャケと出たー、変なおっさんみたいな魚。で、安定のクラゲもいるね。電車ね。小ジャケ落ち着きないなー、こいつ。お前は本当に。ずっと落ち着きないよね、この小ジャケ。でもお前がフライパンで俺のこと攻撃してきてんの知らん。うわ、すげえ、かわいい。右下見て、イカちゃんがなんか、このインクが、ね、左下のなんかスリーみたいになってたよね、今。やばいやばいやばい、やばい、ガチやばい、ガチやばい、ガチやばい。え、始まるよ、これ。え、どういうこと？え、なんで？嘘？ガチな方？ガチな方？皆さん、心の準備は OK でしょうか？スプラトゥーン3、ついにバンカラ街に、自分、足を踏み入れます。さあ、行きますよ。2022年、ニンテンドーさん、ありがとうございます。プリーズ、ZLZR、ポーン！ニュース始まった、ニュース始まった。あー、ゲームっぽいような、和風っぽいような音だね。さあ、風花ちゃん。さあさあ、お立ち会い。バンカラ代表のイカッシャ3人組、スリーミー連合がお送りする。はい、早い、待って待って。A ボタン押しないの早い。万太郎の時だけ、なんですぐね、止まるん、ずっと。今日も隅から隅まで、ズズズイーっと塗ってみせやしょう。えいえい、よっ、ほじろや。いや、えいえいだけでそんなに喋ってるんだ。すごいね。えいえい、二人とも臨時ニュースが入ったよ。ねえ、だから、えいえいだけで、そんな喋ってるんだ。打つ方、神様が受け出してる。出た、神様。懐かしく感じちゃう、神様。
うつほちゃんね。ということは例のあれじゃない？えい、そう、フェスです。なんかね、フェス始まるとき大体神様が急に動き始めるんだよね。うん、ここ最近ずっと動いてなかったから、多分今後いっぱい神様動いてくるよ。はい。近いうちにフェスが始まるんやね。うお、祭りじゃ。で、フェスのお題は何じゃ？えい、ちょっと待って、今降りてきてる。出た。来た、いただきや、お題はこう来るんやね。風化ばっかりずるいぞ、はよいわんかほな、発表するで、えい、ドキドキ。あ、でも心の心臓の音ももうね、えいで進むんだね。うん、今回のフェスのお題は、てんてけてけてけ、ぽーん。どういう、その何、うん、どういうあれなの？まあ、グーチョキパー、これは知ってましたからね。はい、記念すべき前夜祭のお題はこれや。一番強いのはどれ？グーパーチョキということで。うおー、最強決定戦じゃー。対決するのは絶対に負けない信念の現れ。タフでハードな硬い石グーと、勝利をその手で掴み取れ。優しく全てを包み込むパー。そして、えいー。いや、えいでめっちゃ喋ってるな、お前。うん、チョキね。うん、チョキチョキね。チョキも強いよね。うん。じゃが、じゃんけんで一番強いってなんてあるんかの？なくない？何言うてはんの？でもちょっとアップいいな。かわいい。そんなにグーに決まってるやろ。ん、そうなのか。己の魂を拳に宿し、天に突き出すその姿。勝者のポーズ言うたらこれや。でも確かにグーを掲げる姿は結構好きだわ、俺。そういうことならパーの方が強いと思うがの。えい、パーはな、ガードも畑もできるんじゃ。一番でかい最強なのじゃ。えい、二人とも分かってないね。強いのはチョキだよ、チョキ。へえ、なんでか言うてみ。えい、チョキの手の形って複雑でしょ。一番頭使わないと出せない手なんだよね。万太郎のチョキは独特やけど、万太郎のチョキ気になる。えいえい、じゃんけんは頭脳戦、つまり頭を使うチョキが最強ってことじゃない？なんかチョキが強そうな気がして、ブルブルブル。頭使って勝てるんだったらエイドスな。グーの勢いにはかなわんやろうけど。えい、最強はパーじゃ。いや、パーなのにお前グーで殴っとるんや、それ。どんな相手でもパーで張り倒してやるわ。今グーで完全になんか殴ってたけど。うん、あの、ね、打つ方？お前のその手は、うん、それグーって言うんだよね。うん、開けよ、お前。えい、チョキが強い。絶対チョキ。じゃあ見せろ、お前のチョキの手。顔面しか見えてないからな、お前。顔なのかもわかんねえし、もう。でもこいつが抑えてくれてるからな、テレビ。というわけやから、みんなどれかに投票よろしゅうね。えい、投票したらフェスティを借りれてるか、カスタマイズでチェックしてね。はいはいはい。今はこんなとこやな。えい、あー。それじゃあ、この辺って落着。おー、なんかトントンって言って、あ、立ってくれんだ。ほな、解散。ほな、解散って感じなんだね。やばいやばいやばい、来た来た来た、ギアボロボロだな、服。まあ、あそこから来たからね。やばいやばいやばい、ついに始まった、ついに始まった。え、やばい、マジで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 やばい、ちょっと待って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 、マジでやばい。なになに、どっから行けばいいの俺これ。マジでやばいんだけど。ね、どうしよう。ね、どっから行けばいいの。え、もうとりあえず正面から行けばいい？え、でも、ね、マジでやばい！落ち着け落ち着け。ちょっと興奮しすぎたわ。ちょっとね、冷静に見ていくわ。とりあえずここになんかある竜の、なんだろうこれ。なんだろうこれ、矛か？竜っていうか。え、わかんないわ。でけえ矛みたいなやつがあるんだけど。なんか、今これ作ってる最中だね。なんかあれかな？フェスのやつで使うやつかな？あ、多分これ上に乗るんだね。それを今作ってる最中って感じか。はいはいはい。当日になったらできるんだね。え、ちょっと待って、やばいやばいやばい。あ、絶対ここでフェスティ借りれるじゃん。ちょっと服ボロボロだから、フェスティちょっともらおうか、これ。まあ、グーチョキパーどれがいいかなと思ったんだけど、俺はチョキにします！間違えた！パーにします！うん、なんでパーかっていうと、なんか、パーにってなんか、いいじゃん。まあなんかね、俺のイメージカラーの黄色でもあるし、まあなんかグーでもチョキでもない、なんかこうなんか、手をつなぐみたいな、こっちおいでみたいな、なんかそういう時のなんかパーが結構好きなんだよ。俺はパーにします。はい、ということでパーのやつもらいます。もう帰れないけど俺はパーだ。よいしょー。まあ服は後で、じゃあちょっと着てみる感じで、ちょっと歩いてみようか。え、何これ、何屋さん。え、なんかご飯屋さんとかじゃないのこれ。もう閉まっちゃってるけど。え、奥にもなんかある。おお、なんかあれ、すごいすごいすごい。ちょっと待って待って、興奮するんだけど。ねえ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 、もうここの隅にいるだけで楽しいんだけど。すげえ、なんか門構えがあるんだけど。で、ここヒーローモードの場所だね、ここ。ここ絶対ヒーローモード。ここ下行くとね、ヒーローモードの世界行ける。で、いつかね、あれで当たり目がね、覗きに来るんだよ。ここは？お、入ってみていい？え、絶対武器屋さんだわ。ちょっと入ってみるか。うわ、武器地！武器地じゃー！
いらっしゃいやし、って君もしかしてその武器しか持ってないんでしか、新しい武器を使いこなして早く生かしたやつになるでし、問いたいところですしが、ランク1とか経験足りなすぎるし、僕の武器を可愛がるにはせめてランク2になってほしいからですし、ロビーに行って縄張りバトル何回かやってランク上げてくるし、まあいいや、今度ランク2にして武器ちょボコボコにしよう。まあこんな感じでいろいろ、てか広くない？広くないこれ、何こっち、バイクあるんだけど、バイクあるんだけど、かわいい、見て見て、なんかこういうの好き、見て見て、あーなんか乗れたんだけど、ほら見て、シューンって滑るんだけど、かわいい。さあさあ、こんな感じでこっちもなんかいずれできるんかな、なんか奥行けそうだけど、あ、イカのなんか携帯あるんだけど、でもナマコフォンがいいんだけど、これねえ、イカじゃなくてナマコフォンがよかったここは何屋さん？あ、出た、パルコの店だ。全部売り切れだ。ねえ、この子めちゃくちゃ可愛くない？この子絶対人気出るからね。パルコめちゃくちゃ可愛いんだけど。いらっしゃっす、いらっせませ。あー、まだダメ。うん、これもね。あ、ランク4からできるんだ。超可愛いパルコ！じゃあ、こっち行ってみるか。ここにも、なんか、何屋さんこれ？なんか飲み物屋さんあるね。なんだこれ？なんだこれ何なのかわからないんだけど。階段あるんだけど。なんかこれ上行けんの？まさか？行けるんだけど！なにこの階段！あ、ここに頭のギアがあるんだ。こんにちは、大村さん。あ、ギアあるね。あ、結構売ってるけど、まあまだ買えないですよね。言いにくいんですけど。ランク4からなんだ、頭のギアも。待ってるぜ。お前がテンション、くしゃみここさ、3階もいずれ行けるようなんじゃない？今段ボールあるけど。なんか上行けそうだよね。スプラトゥーン史上、3階に行けるものってなかったから、ちょっとワクワクするわ。ねえ、楽しみだな。車通ってるんだけどしかもなんか飲み物あるし。ここの下車通ってるんだ。あ、てかここにポストあんじゃん。これでみんな投稿してんのかな？あ、投稿できるわ。もう書いただけでこれ満足です。はい。もうこれ大丈夫よ。はいはい。保存して戻る。もうこれで満足です。これ何屋さんだろう？なんか、なんだろうね。なんかこの意味深になんかさ、なんかいっぱいね、ちょっとなんか、潰れてるとこもありつつ、なにこれ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 、イカの変なフィギュア売ってるって！変なフィギュア、あー欲しいこれクラゲのフィギュアめっちゃ欲しい。なんかもう意味わからないもんだ。なんやこれ、麻雀みたいのあるぞ。なんか麻雀、イカ界の麻雀があるんだね。おもれー、なんかいろんな店あるから。これはなんだろう、お茶とかなんかな、あ、靴かな、わかんないけど、なんかいっぱいある。ここにもなんかこれからフェスのやつ用意するんだね。あ、こっちなんかありそうだね。こっち、こっちもいつか行けるようになるんだろうね。工事中だけど。お、ここにもまた。あ、この上にね、またアイドルが乗ってくれるんか。さっきの頭の体の部分か。はいはいはい。こんにちは、ヤシガニさん。体とね、足のサイズ合ってないよ。足何本かあるし。君ちょっとダサいよ、大丈夫。うわ、おい、顔、その顔ですげえこついてくるじゃん。つぶらな瞳なのに。いや、今一瞬こっち向いたけど。追い出されてばっかだよ。あ、服屋さんある。ここもよろ。こんにちは、花笠さん。よく来てくれたよね。生かしてない奴は入店させない。せめてランク4目指せない。おい、どんだけ追い出すんだよ。なんか下に書いてあるんだけど。かわいい。なんて書いてあるのこれ。オスザ。これからまだまだちょっと大きくなりそうだな、みたいなとこあるけど。なんか、とにかく広いね。とにかく広い。あ、てか、めっちゃ洒落てるやついるじゃん。あ、ナマコフォン持ってる！かわいい！動画撮ってる顔してるな、お前、俺のこと。やめろ、やめろ、やめろ。誰に手振ってんの？まだ始まってない。誰に手振ってんの、お前。あ、なんかこっちあるんだけど。なにここ？てか、待って待って待って。トイレあるんだけど。トイレあるんだけど。入れないか、さすがに。多分だけど、イカちゃんは、もう、あれよ。イカ状態の時にインクにしてるよ多分。そしてここにコロコロがあるねコロコロ落ちてるんだけど。お、生かしてるな。生かしてるけど書いてること枝豆なんか路地裏に来たんだけど。何ここ、おもろいなこの場所。うおー、すげえ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 。
監視カメラある。やっぱね、物騒な世の中ですからね。なんかいろんなのあるけど、こことか行けないの？いやー、こういう隙間とか入りたくなっちゃうんだよな。お、なんか、なんか、八百屋みたいなとこあるぞ。いろいろ、なんか、唐辛子みたいなのも売ってるけど、いろいろ売るんかな。まだなんかね、作ってる段階ですよ、みたいにいっぱいあるね。ほら、木とか。え、なにこの裏？あ、この裏でもなんか、乗るんだね、ここ。あるんだね。あ、尻尾の部分だ、これ。さっき言ってたやつの頭の。え、なにここ？すげえ！なんか、洒落てるんだけど！すげえ、うわ、あそこの奥行ってみて！ゴミ引っかかってるし！なにこれ？あ、ゴミが捨ててあるんだ。ダメだよ、みんなこんなとこにゴミ捨てちゃ。いや、ドブじゃないよ、ここは。ダメだよ。みんなはね。え、てか、なんかまだ上あるんだけど。なにここ？え、なにここ？なんか、広すぎない？え、広場広すぎない？え、どこまで上行くの？え、なにこのスペース？かわいい！え、でもなにこのスペース？うわ、なんか、エビフライ、たこ焼き、よくわかんないやつ、よくわかんないやつ売ってるわ。あ、服干してる。あ、よれちゃうよ、それじゃあ。靴下も干してある。すごいな、ここ。でも、ここなんなん？これ登ってきて何？いつかなんかできるんかな？見て見て見て。いるいるいる。こういうやつ。次の人入れられねえよ、みたいな。マックのやつとか刺すやついるわ。これ。だるいやつね、これ。これ押し込みたくなるんよ、俺。すげえ、でも、これ飛び降りれる？ああ、さすがに無理か。イカちゃんもね、さすがにこの高さは怪我しちゃうよね、みたいなね。はいはいはい。いずれなんかできるんだろうね。あんまり水は綺麗じゃないね。マヒマヒとかの方が綺麗だね。あ、ちょっと待って待って待って。誰ここに空き缶置いたやつ。ちょっとだるいわ、この刺してる感じ。うん、他んとこないもん。だるいよ、ここ。やっぱちょっと治安悪いよな。ちょっとそんな感じする。ゴミが、やっぱいっぱい捨てられてるんだよね。まあまあ、そういうコンセプトだからね。え、これ何？これ何これ？これ多分あれかな、なんか通信系のなんか入るやつかな、わかんないけど。めっちゃ勝手な憶測です。え、何これ？絶対ここも行けるようになる。あ、サーモンランだ、これ。サーモンランだ。サーモンランね、ここから行くんだね。楽しみだね。サーモンランもめちゃくちゃ面白くなってるからね。うん、まだ営業してなさすぎて見て。いっぱい入ってる。早く働いてください、熊さん紹介って言われてるよ。で、この裏路地があれか。さっきのところに出るのね。おー！サーモンランのやつがいっぱい干してある。洗ってるのかな、洗ってるっていうか、あれか、インクをいっぱい使ってるからね、ここにやってるのね。はいはいはい、花壇ある。うえい、土とイカっていう、これ初めての組み合わせじゃない？いいね。わあ、めっちゃゴミ捨ててある。めっちゃゴミ捨ててあるよ。治安悪いな、ここ。で、この裏行くのね。お、なにこれ？あ、これあれだ、なんか、遊べるやつだ。なんかよくわかんない、ぷよぷよみたいなやつ。で、これね。はい、自転車と、新聞。はい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 。で、なんかゴミみたいな感じかな。でも結構広いね、マジで。いや、広いなぁ。あ、これさ、シューンって滑れたりしないの？無理か。あー、でもいいね。こうやってやって、ヒューンつって、ヒューンつって。なんかイルイカちゃんがさ、めっちゃ可愛いみんな。いいな、ここの裏とかは。おぉ、こういうの好き。広場のこういうところ好き。いいねえ。もう広場歩いてるだけで楽しいんだけど。まあ、で、なんか駅がある。え、なんかいる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 。すげえやついる。そうだ、そういえば外見あんま見てねえや。はいはいはい。これ絶対ロビーで。うわ、上すごいね。いろんなのあるね。これいつかなんか、オクトエキスパンション的な感じでいけるようになるのかね。こんだけでかくあったら絶対なんかあるよな。お！いるいる！これファンサーくれるかな？スプラトゥーン1と2でファンサもらえるんよ、こうやって見とくと。手振ってくれたりするんよ。どうだろう、してほしいな、早く。こっち向いて。手振って、手振って。あ、てか、あれ、そういえば3匹か。あ、ファンサしてくれたー、かわいい。わーい、わーい。なんかすげえすげえ、エビのね、アオリイカが変な感じになってるんだけど。なにこれ。え、なにこのアオリイカ、丸くなってるって、なにこれ。え、なにこれ、ブヨブヨ感強くね、これ。
アオリイカついにブヨブヨになる。なんかこれで煽られたら可愛く感じちゃうわ。うん、じゃあまあロビー入っていきますか。え、武器めっちゃ見えるじゃんこれ。え、サブスペ見れんじゃんこれ。試し撃ちはさすがにできないか。若葉シューターはバリアとスプラボブなんだ。え、待って、これめっちゃ見たい見たい見たい。ちょっと待って。まあ若葉シューターはね、この見た目が可愛いっていうのと、このクリアになった感じでもう見た目がめちゃくちゃ好き。なんか水鉄砲感強いよね。うん、でもこれグレートバリアとスプラッシュボムも結構強いんじゃないかなって思うわ俺。はい、次プロモレザラララ MG。 これはどうなんだろう。炭酸ボムとサメライドか。まあ塗りは結構炭酸ボムで遠くから投げても塗れるし、まあプロモデラーも別に塗り強いけど、サメライドが強いのか分かんないからな。うん、でこれはあ、スプラッシューター9番とウルトラショット、これは強いだろうね。もう寿司コラみたいなもんでしょこれ。え、待って、 5-2。 あ、やっぱメガホンなんだ。シールドと、いや、これ、スプラトゥーン1の時めっちゃ使ってたから、これはね、俺結構使うと思うな。わかんないけど、まだ。メガホンレーザーがどんなものなのかわかんないけど、やっぱ5-2と、ね、シールドは強いんで、これも結構使うと思う。で、次は、ホットブラスター、ロボットモムとグレートバリア。あ、まあ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 。ノバブラスター、スプラッシュモムとショックワンダー。え？ショックワンダーついたの？ノバに。え、じゃあさ、結構さ、シュイン、シュイン、バン、バンってやって、え、これ強いんじゃないの、おばちゃん。しかもさ、見た目めっちゃ可愛いの、これ。ね、見て、ちょっとさ、透明になってんの、これ。いや、もう、ノバのフォルムが可愛い。あ、もう、ノバを持ってるイカちゃん見るだけでもうなんか、もうなんかもう幸せ。なんか見た目も若干変わってるよね。ってことで、プライムシューター。おー、なんか画質良くない？なんかテカリ具合というか、いいね。さあ、ラインマーカーとカニタンクということで、あー、塗りはあんま強くなさそうだけど、キル特化のプライムって感じだね。まあまあ、キル自信ある方は使ってもいいかもね、これ。味方が塗り武器持って、みたいな。さあ、来ました。ザップ。まあ、これも強いんじゃない？あー、これめっちゃ使う人多いよ。うん、スプラついても多いと思う。ザップは強い。塗りが強くて、吸盤ボムもあって、エナジースタンドあるわけじゃん。サポートもできるわけじゃん。うん、これは強いと思う。エナジー、ちょっと塗ってる。エナジースタンド溜まったよ。行くぞ、行くぞ、みたいな。これね、強い。これ使う。絶対流行る。絶対流行る。もうね、N ザップはね、今、スプラトゥーン2で練習しといて損ないと思います。はい。次、ローラー。はい、来ました。カーリングとバリア。これ、俺めっちゃ使います。見て、ローラー。なんかちょっとごつくなってんの。かわいいでしょ？これね、カーリングボムとグレートバリア。もう絶対強いです。はい、もう確定です。はい、これは使います。まあでもね、結構ね、テクニックあると思うけれども、まあ最初はこれ使うんじゃないかなと思っております。だってカーリングとローラーはさ、もう使い慣れてるからいいとして、例えばだけど、チャージャーとバレルとかいた時に、やべってなった時にグレートバリアすぐ置けば、ドームとしてね、こう、なんかバリアのやつできるわけじゃん。で、一瞬さ、死ななかったりとか。でね、グレートバリアの中来たらローラー結構強いと思うし、結構俺これね、強いかなと思っております。はい。ということで次、ダイナモローラーとスプリンクラーとエナジースタンド。あ、これめっちゃあれだね。塗りまくって、塗って、あれ、エナジースタンドでサポートするみたいな。スプラトゥーン1の時のダイナモのセンサーみたいな役割してるね。全く同じだし、サブ。これも結構使う人いるんじゃない？ダイナモ使いだったら。エリアとかで永遠に塗って、スプリンクラーで塗ったりして、で、味方エナジースタンド分けるみたいな。まあ、今までとちょっと違うのが、まあ、センサーとかアーマーとかと違って、エナジースタンドはちょっと近くにいないとダメなのかなって感じだから、ちょっとワンツーとはちょっと違う使い方でエナジースタンドは使わなきゃな、みたいな感じになるぐらいかな。さあ、パブロ、スプラッシュボンとメガホンレーザー。ああ、まあまあまあ、強そう、普通に。北斎も9番とショックワンダー。まあ、これ結構ね、あの、機動力高くて使う人増えそうだね。さあ、チャージャー行きます。スプラッシュボムと吸引機。おお、これどうなんだろうね。吸引機があんまよくわかんないからな。はい、立体音系、トラップとホップソナー。まあ、なんか似てるね、やっぱり。ここまで見て思うけど、トラップとね、立体やっぱあったし、うん、ホップソナーっていうのもいいね。近くに来た敵見れるとか、結構ちょっと一回エリア付近に置いてちょっと下がるとかもできるしね。はい。で、ハイドラ、ナイス玉とロボットボム。はいはいはい。スプリンクラーとホップソナー。これバレスピか。え、なんか見た目めっちゃ変わったね、バレスピ。って思ったけど、まあまあ色がちょっと違うだけか。うわ、立体かっけー！なんやねん、これ。チャージャーはなんかあれだけど、立体かっこよ！ハイドラも相変わらずいかつ！なんかこの光沢感が出て全部かっこいいんだけど。あ、出た必然！なんか見た目変わったやつ！これなんで見た目変えたん？まだちょっとインク残ってるし。これはポイズンミストとジェットパック。あ、強いね。で、これはバケットスロッシャー、スプラッシュモンとトリプルトルネード。なんか、色が変わってキラキラしてて可愛くなった急に。
かわいい。あ、マニューバー来ました。マニューバーも安定やな。これスプラトゥーン2っぽいね。はい。これクワットもあります。クワットかわいい。なんかかわいい。やっぱ両手に持ってるのかわいいな。ロボットボムとサメライド。さあ、傘見ていくよ。傘。はい。閉じている状態でこんな感じです。傘はスプリンクラーとトリプルトルネード。あ、塗りメインの傘があるんだね。で、こちら、キャンピングシェルター。これビーコンと吸引機。これむずそうだけどな。ビーコンと吸引機のやつ。はい。で、こちら、あ、トライストリンガー。初めて見たけど、かっこいいな、これ。でかいな、これ。ポイズンミストとメガホンレーザーか。はい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 。まあいいね、でも。で、新麦のドライブワイパー。これね、ワイパーで。かわいい。ローラーとはちょっと違うけど、ワイパーみたいな感じでね。これはトーピードとウルトラハンコ。あー、でもトーピードとウルトラハンコどうなんだろう。ちょっとまだわからないけどね。普通にこれ使ってみたいよね。って感じでした。ということで、多分これ試し打ちはできないっぽいね。てかギアもよく見れんじゃん。うわ、ギアめっちゃあるー。なんやこれ、暑い日にいいやつだなんやこれなんか角生えちゃってるよ。いや、野球のキャッチャーいるからこれ。野球のキャッチャーが、かわいいマスクいる、こういうマスクしてる人。これもう、最近ね。まあこういうの大切ですから。そうそう、感染予防対策で。このイカバケハット超かわいいな。イカしすぎでしょこれ。かわいい。これ、イカバケハット被るしかない。服は？あ、服はフェスティとあれしかない。じゃあフェスティにしようかな。靴もいっぱいあるね。でも靴で俺が好きなのは、あ、でもめっちゃ活かしてる。なんか最近っぽい靴とかあるね。うわ、めっちゃ活かしてるじゃん。あ、ないか。俺ね、ウミシエローとかが好きだったんだけど、さすがにないか、まだ。いや、ハイカットとか、うわ、めっちゃ可愛い。これにしよう。超可愛い。おしゃれじゃねこれ。さあ、気になるのはエモート。おー、可愛い。おー、ローラーのやつ見た今。これ、ほら、ローラーだとくるりんってして、蹴って上からバシャーみたいな。ゴーニーガロンだと、どうなるんだろう。ぐるりん、ぐるりん。うん、かっこよすぎるな。おー、ナンバーワン言うてるもん、これ。ナンバーワン言うてるもん。これ、シューター系全般はあれなんかな？今と同じなんかな？あー、シューター全般。あ、やべ。ブラスターだとどうなるんだろう。ブラスター。あー、くるくるしてる。おー、すごいかわいい！かわいい顔してる。どこ見てんの？どこ見てんの？ブラスター、これは全部統一で一緒なんかな？ちょっと見てみるか。ブラスターは、どうなんだろう。あー、一緒っぽいね。はい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 。じゃあまあ武器によって違うよみたいな。これダイナモ気になんない？ダイナモどんなことするんっていう。あ、ダイナモローラーと一緒なんだ。すげえ重たそうだけど。もうぐる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 。あ、かっこいいわ。なんか、如意棒をぐるぐるしてる孫悟空みたい。いいね。かわいい。リッターはどんな感じなんだろう。さあ。おお、クールだな。おお、後ろにグッとやるという。なんか、リッターっぽいクールで、俺、後ろは任せろ、みたいな。ハイドラはどんな感じなんだろう。重いぞ、ハイドラ。いや、重い重い。あー、すごいね、イカちゃん。顔映ってないよ。バケツはな、くるくるするんじゃないの？くるくるしてたから。いや、当たったよ。やっぱりくるくるするんだ。ちょ、もう一回見ていい？うん、くるくるしてるわ。シュン、フォンって。うん、バケツが一番くるくるしてシュンってやっただけ。俺でもできそうだな、これだったらまだ。さあ、マニューバー。マニューバーはどうなんだろう。体ぐるぐるすんのかな。おー、かっこいい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 。すげえ！まあ、ドライブワイパーはね、ウェイウェイ、ウェイ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 って感じでしょ。それ以外の使い方だったら普通に切れるよ。かっこいい！で、ワイパーの使い方してないけど、なんか突き刺して、なんかそこにもたれつくみたいな。かわいい。この格好好きかもしれない。しかもこれさ、エモート今一つのやつで全部の武器見たじゃん。これエモート増えてきたらもういろんなのがあるからね。これ楽しみの一つだよね。かわいいなぁ。ちょっと気になったのが、このマイコーデってやつが気になるんだよね。あー、今のコーデを登録するとかがあるんだ。じゃあまあ登録しときますか、じゃあ。これ登録しとこう、かわいいから。スペゲンとメインインクだったんだ。全然知らんかったわ。これマップ見ていい？はい、ロビー。あれ、ロビーと、あー、これしか見えないのか。でも写真でなんかあるね。待って、スパイキー。あ、スパイキーいる？おい、いたー！スパイキー！お前、おっきくなったなー！
ダウニーの知識取って、お前なんかいい感じでやってるけど、まだダウニー見てねえぞ、スプラ3になってから。え、ダウニーどこ？え、いなくない？もうダウニーいなくなっちゃったの？バイキー、お前、こんなクールな感じだったんだ。ちょっと話しかけてみよう。うっす。あ、でも携帯閉じてくれた。うん、あんたあんま生かしてねえのな。俺、ランク4くらい行って生かしたやつにしか興味ないんだわ。はぁ、もうスプラトゥーン2で星ついてたんだけど。ねえ、スパイキー、覚えてねえのかよ、お前。結構いっぱいお金払ったりしたぞ。くそ、こいつ。恩知らずがよ。たく、これさ、またさ、一つだけ入ってないサザエあるんだろ？これ震えてて。ない？ない？あー、これ入ってねえわ。これは？これも入ってないわ。これね、スーパーサザエ震えてるんですよ、これ。やだ、食べられる言うてね。あ、なんか、中にちょっと。中になんか、え、なになに？なんか入ってるぞ、これ。待って、やばいもの発見しちゃったんだけど。え、サザエの中身があるんだけど、これの。ほらほらほら。やばい、こいつ怖いよ。まあ、こんな感じかな、とりあえず。いやー、もうマップ探索してるだけでおもれえし、もう神ゲーが確定しました。皆さんよかったらね、スプラトゥーン3の動画たくさん出していくんで、よかったらチャンネル登録、いや、よかったらじゃない。チャンネル登録してくれ。これからいっぱいやっていくからね。いやー、楽しかったな。いや、うんちー。